一般社団法人東アジアサッカー連盟は、東アジアのサッカーの地域連盟略称は意。地域内の積極的な交流を図り、結束を深めることにより、域内のサッカーを発展させるとともに、サッカーを通じた平和への貢献を目的して、設立された。2002年5月28日設立。事務局は、東京都文京区の日本サッカー協会ビルにある。 アジアサッカー連盟において、西アジアと比べ東アジア各国の地位や発言力が低いということがあった。そうした現状を打開しようという意向もあり、東アジアサッカー連盟は、西アジアサッカー連盟などのような AFC の下部組織ではなく、欧州サッカー連盟のような、国際サッカー連盟直属の独立した組織という形態をとっている。 それまで東アジアのサッカーレベル向上のために開催されてきた東アジアの代表の大会ダイナスティカップがマルボロなどのスポンサー撤退により休止に追い込まれた。そこで川淵三郎日本サッカー協会当時副会長ら JFA 関係者が韓国サッカー協会や中国サッカー協会に東アジアサッカーレベル向上のために新たに 東アジアの代表及びクラブの大会を開催すること、そしてその大会を行うための機関を設立することを提案した。2002年5月28日、韓国首都ソウルのワイスティン朝鮮ホテルに北朝鮮を除く東アジア地域の8協会が集まり、東アジアサッカー連盟を設立し、8協会とも同時に加盟した。初代会長には、 日本サッカー協会当時会長の岡野俊一郎が就任した。なお、北朝鮮は同年8月13日の臨時総会で加盟を認められた。翌年の2003年から当初の構想通り、東アジアの代表の大会として、東アジアサッカー選手権、東アジアの日本と韓国と中国のクラブの大会として A3 チャンピオンズカップを開催した。 2002から3年度にアジアクラブ選手権とアジアカップウィナーズカップとアジアスーパーカップが統合されスタートした AFC チャンピオンズリーグが徐々に発展。2005年からクラブ W 杯に ACL 王者が出場できることになると ACL の日程と重なる A3 チャンピオンズカップの意義が問われるようになった。2008年韓国で開催されるはずだった A3。 チャンピオンズカップは中止され、以降、現在も事実上の休眠状態である。2005年の東アジア選手権韓国大会では、女子部門の東アジア女子サッカー大会が設けられ、男子と女子の合計勝ち点で争う、男女総合優勝の表彰が行われたが、2008年の東アジア選手権中国大会からは、女子大会も東アジア女子サッカー選手権となり、男女とも、 予選大会を行うようになった。2006年12月17日に北マリアナ諸島サッカー協会が異順加盟協会として承認され、2008年9月に聖加盟協会となった。順加盟協会は総会における投票権は有しないが、その他は加盟協会と同様の権利を持つ。異順加盟当時の北マリアナ諸島はオセアニアサッカー連盟の巡回員でもあった。 その後、北マリアナ諸島は2009年7月にアジアサッカー連盟に準加盟が認められたが、国際サッカー連盟には未加盟である。2010年10月20日の第32回理事会で2011年1月開催の AFC 選挙には FIFA 副会長に韓国のテーム順、FIFA 理事に中国の長吉流と日本の田島構造、AFC 理事にグアムのリチャードライオ、 意として推薦することを決めたが、2011年1月のカタールの AFC 総会でバイオネモックガンボールド・モンゴルサッカー連盟会長が意の決議を無視して AFC 執行委員に当選した。この事態に、意は2011年3月19日の第33回理事会及び第6回総会でモンゴルサッカー連盟に対し2014年3月の 医疎会までの3年間の意思確定し処分を下した。2012年4月11日の第35回理事会で東アジア選手権から男子大会は東アジアカップ、女子大会は女子東アジアカップに大会名称が変更された。また同時に韓国で2013年に開催される東アジアカップからオーストラリアの男女代表とも 同大会からゲスト参加する方向で検討中と同理事会で発表され同年8月30日に正式に決定した。オーストラリアは男女代表とも2012年の東アジアカップ予選大会に出場した。オーストラリア男子代表は香港で同年12月1日から9日に開催される予選第2ラウンドから参加し予選を突破し 本大会出場を決めた。オーストラリア女子代表は中国で同年11月20日から24日に開催される予選から参加したが予選で敗退した。2016年の第50回理事会で東アジアカップから男子大会は E-1 フットボールチャンピオンシップに大会名称が変更された。2009年11月現在10の国。 地域が加盟している。モンゴルサッカー連盟は2011年3月19日から2014年3月の一総会までの3年間に資確定し北マリアナ諸島サッカー協会は2006年12月17日に異に準加盟し、2008年9月に聖加盟。東アジアサッカー選手権ってどんな大会なの東アジアニュースリリース東アジアサッカー。 連盟発足初代会長に、岡野 JFA 会長東アジアサッカー、連盟公式 HP-2002 年5月30日、東アジアニュースリリース東アジアサッカー、連盟臨時総会決定事項について引く東、アジアサッカー連盟公式 HP-2002 年8月13日、第19回東アジアサッカー連盟理事会における決定事項について、 い、2009年11月2日閲覧。ノーザン、マリアナ・アイランズ f a エインフォメーション。い、2009年11月2日閲覧。リガーディング・ザ・アジェンダ、ディシジョンズ・オブ・ザ・ニナインス・イエグゼクティブ・コミッティ・ミーティング。eaff.com。2012年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年10月18日閲覧。東アジアニュースリリース。 第32回理事会における競技事項、決定事項についてから、東アジアサッカー連盟公式 HP マイナス2010年10月20日、アジアサッカー連盟理事会、AFC 公式 HP マイナス2012年5月13日、東アジアニュースリリース、第6回総会及び、第33、34回理事会における競技事項、 決定事項についてから、東アジアサッカー連盟公式 HP-2011 年3月19日、韓国サッカー協会ニュース所、1四区派会長が一審会長に就任、韓国サッカー協会公式 HP 日本語版 -2011 年3月19日 AB 東アジアニュース第35回東アジアサッカー連盟理事会から、 東アジアサッカー連盟公式 HP-2012 年4月20日東アジアカップ2013にゲスト参加オーストラリアサッカーに世界が注目から東アジアサッカー連盟公式 HP 日本語版に2012年11月オーストラリアが来年の東アジアカップに出場ダッシュ GOAL.com 日本語版2012年8月30日東アジアニュース 第50回東アジアサッカー連盟理事会から、東アジアサッカー連盟公式 HP-2016 年9月1日、コンペティションズ。い、2009年11月2日閲覧。電通、東アジアカップなど、東アジアサッカー連盟主催大会における、2016年から2021年の、全世界マーケティング権。 放送権を取得電通公式 HP2015 年1月20日。ありがとうございます。